カットはツインリンクモテギというサーキットで撮影しました。真上から写真が撮れるようなポイントが一つあるんですけれども、ドライバーのその仕草とかってそういったものがよく見える状況だったので、手持ちで縦に振ったら面白いんじゃないかなという、わっとはみ出してみてもきっと迫力があるんじゃないかなって思いまして、価格的にはもう 500mm 完璧に狙い通りに撮影ができました。その F1 の次のクラスになるんですけど、国内最高峰のスーパーフォーミュラーというクラス、こちらはツインリンクモテギで撮らせていただいて、もう一つは富士スピードウェイで行われたスーパー GT というレースなんですけれども、街を走っている車をレーシングカーに仕立て上げたような、いわゆる GT カーというカテゴリーで行われている日本で最も人気のあるレースです。普段は接しないシチュエーションというか、音とか匂いとか、その車が駆け抜ける風とかですね、そこにいない方にもそういう雰囲気を感じてもらえないかと常に思って撮影には取り組んでおりますね、はい、軽さとその持った時の重量バランスが非常に優れているレンズなので、流し撮りをする時のこう振るっていう行為が非常にストレスがないというか、流し撮りって結構こうカメラを振るんで、その時に従来品ですとこう結構ね、ファインダーの中が動いてしまうんですけれども、新しい VR のスポーツモードで安定した状態で画像が止まっているので、撮影に挑むのが楽になりましたね。すごくこう広大な敷地の中で行われるんですけれども、最終的には歩いて撮影ポイントまで行くことが多いので、そこの負担が非常に少ないというのがまずいいなって思った部分ですね。この軽さのレンズであれば、場所から手持ちで縦に振っても結構いけるんじゃないかと。 300mm を振る感覚で扱えて、しかも新しい VR、 狙い通り 500mm で迫力のある絵が撮れたので、まさに頂きな瞬間だったと思います。